トリリオンゲーム最終回春の発言がメグロレン本人と一致でツッコミ殺到面白すぎるリンク。モデルプレス2023-0918スノーマンのメグロレンが主演を務める TBSK 金曜ドラマトリリオンゲーム毎週金曜夜10時の最終話が15日に放送された。春メグロの発言にツッコミが寄せられている。ネタバレあり。メグロレン主演トリリオンゲーム。 原作はビッグコミックスペリオール小学館で好評連載中の原作稲垣理一郎作画池上良一の同名漫画。主人公である世界一のわがまま男春と真面目で不器用なエンジニア、学という正反対の二人がゼロから起業し型破りな方法で1兆ドルトリリオンダラーを稼いでこの世のすべてを手に入れようとなり上がる前代未聞のノンストップエンターテインメントだ。 春目黒蓮本人との一致に反響。ドラゴンバンクの役員として正規に会社に潜り込みドラゴンバンクの経営者黒竜国村淳の悪事の証拠をつかもうとした春。そして黒竜が会社から離れる間に清掃員に扮した学佐野隼人を社長室に潜入させデータを盗むという作戦を実行した。